が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだ。人と必要なものを少し守れたら、背伸びも減り下りもせずに僕のそのままで愛しい気持ち耐えたなら、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が返すようなものじゃなく、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだ。瞬きもせずに目を凝らしても見つかる類のものじゃない、だからそばにいてほしいんだ。生きられた人、それた道が正解だった人、誰かのために費やした人、自分を生きた人、誰にもなれなかったけど、ただ今日も僕を必要だと思ってくれたら、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃない、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだ。また弱さ見つけて戸惑う僕に、でもそれができるだろうか、目を閉じて見つけた場所で、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が繰り返すようなものじゃない、大切な人に降りかかった雨に傘をさせることだ。そしていつの間にか僕の方が守られてしまうことだ。いつもそばに、いつも君がいてほしいんだ。目を開けても、瞬きなのか瞬きなのかどっちやねんということで、今回はバックナンバーのね、その曲をやっていました。どっちなのかということでですね、まずこの漢字の読み方を調べてみたら、なんかどっちの読み方もやっぱあるみたいですね。瞬き瞬きどっちもあるみたいです。でも意味合いが違って、瞬きの方は閉じたらすぐ開けるみたいな、やっぱこう目の感じですね。それを瞬きと、パチパチっていう動きだとかで、瞬きってのは光がパチパチとこうなんかこう動いてるような感じに見えるのかな、そういうのを言うと
いう感じですね。でもね、よく調べ、もっとたくさん調べてみたら、なんか昔はどっちでも言われてたみたいな感じで、結果どっちやねんということですね。勝手に瞬きにしてみました。まあ、バックナンバー瞬きとかその漢字調べたら、多分スッと読みが出てくると思うんですけど、それじゃつまんないからね。自分で考えて考察してみましたということでですね。ちなみに星が瞬いた次の日はですね、天気が悪くなるみたいなので、皆さんお気をつけてください。たまにはね、夜空を見上げたらどうでしょう。特に冬はですね、空気が綺麗だ、空気が澄んでるのかな、わかんないですけど、星が綺麗に見えますので、ぜひ今夜覗いてみてください。では解説していきましょう。カポは6につけて、キーマイナス7にします。だから元気で弾きたいときはグーッと上げて、カポを13につけてください。ね。ちょっと難しいので、カポを1につけます。これは原曲のキーになりますね。幸せとは、みたいな感じですね。だけど僕はマイナス7にしてますので、まあ一般男性ピーポーはですね、僕みたいにカポ6か7か8かぐらいにつけるといいと思います。この曲のポイントはですね、前回は僕はこれをアコギデュオで弾いたんですけど、その時に話したんですけど、シャッフルなんですよ、リズムは。シャッフルでテテテテテテと3連符がずっと続くような歌のリズムなんですよ。だけど今回歌はこのシャッフル使って、ギターはこういう風に普通に弾くっていうのに挑戦してみました。だから歌がなんかめっちゃ字余りしてるように聞こえると思うんですけど、でもその時にギターをつられずに弾いて、こういう風に弾いて、歌だけ幸せとは星が降る夜とと歌うと、なんとなく違和感なく聞こえるというのに挑戦したということですね。難しい人は普通にピックで弾いてもいいと思います。だからこの感じで、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が、こんな感じかな、ちゃ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 、繰り返すようなものじゃな。でこの時にですね、やっぱストローク、ドラムを意識してね、全体が弾き語りだけど、全体がこうバンドに聞こえるように、こうちゃ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 ってやると、かっこよく聞こえますね。幸せと星が降る夜と眩しい朝が、繰り返すようなものじゃなくと。でちょっと2番のサビとかにちょっと盛り上げたいときは、今のブリッジビュートをやめて、幸せとは星が降る夜と眩しい朝が、こんな感じですかね。で最後のサビぐらいの前でちょっとおとなしく弾きたいときは、まあ、ジャラーンって鳴らせればいいかな。幸せとは星が降る夜と眩しい朝が、これじゃ足りないっていう人はちょっとアルペジオ入れて、繰り返すようなものじゃない、大切な人に降りかかった雨に傘をさせる、また弱さ見つけて、みたいな感じでやってみるといいと思います。ではどんどん解説します。この曲ですね、 G から、まあ僕のコードですけど G から始まるんですよね。幸せとは星が、ここから G から始まるんで、あ G の曲だなって思うんですけど、よく見ると G の次に A が入ったりとかして、あ D も入ってるなと、あまあ D は入るか。で G の曲に見えるんですけど、実は D D なわけですね。ね、だけど A メロも G で始まるし、サビも G で始まる。普通、まあ、曲で G、まあ、G の曲であればなんかこう A メロ G から始まってサビは CD で始まることが多いですよね。だけどこの曲は、まあ、その D の曲だけど G で、 A メロも G で始まってサビも G で始まった。だけどやっぱこう A メロは A メロな感じでなんかおとなしく聞こえるし、サビはサビで盛り上がって聞こえるんで、そこがなんか面白い感じだなと思いますね。で、A メロに入って、何のために生きてゆくのか、ここ F が入って、マイナー7ですね。かっこいいですよね。G から F シャープ7のだんだん一つずつ音が落ちていくんですけど、これはC のキーでやると、まあ、F から始まって F、まあ、C の曲でこんな感じのキーの音で、C で始まると F Em7 Eb D7 G ってなるわけですね。
でこの E フラットって C の曲なかなか出てこないので、なんか新鮮だなと思って、今度の僕のオリジナルの曲で盗もうかなと思ってます。まあそういうのが大事ですからね、いいなと思ったのはちょっと使ってみたりするといいと思います。まあ E フラットとか D シャープですかね、合ってるよね、間違ってたらごめんなさいね。で、B メロンが入って、ね、背伸びも減り下りもせずに僕のそのままで愛しい気持ちを歌えたなら、まあこんな感じで、で最後サビはまた一緒ですね。特に難しいところはないですね、こんなところです。まあたくさん弾いてみてください。まあちょっと指弾きだと難しいと思うので、ピックでジャガジャガ弾くといいと思います。はい、天気がいいのにギター弾いたりゲームしたりして一歩も外に出ておりませんということですね。ちなみに今ハマってるゲームはですね、僕普段ゲーム今までしてこなかったんですけど、なんかちょっとねしちゃいました。あの 3DS のモンハン4にハマってますね。大学の時ね、みんなでゲーム買ってやって、それの時モンハン 3G かなをやったんですけど、難しすぎてサジを投げたんですよね。もうやりたくないっつって、多分そんな長いことやれなかったので勝てなくてですね。でもこう攻略本買ってみたらですね、あの敵の弱点とかをちゃんと調べるとなかなか倒せて、ああ面白いなと思って、すげえ攻略本分厚いんですけど、だけどですね、オンライン、このゲームオンラインなんですけど、オンライン入っても誰もやってないんですよね。まあもう10年ぐらい経ってるからしょうがないですけど、まあね、一人で頑張って楽しんでます。まあでもゲームやりすぎに注意してください。では次回の動画もお楽しみに。マクタのさんでした。バイバイ。